はい、というわけで皆さんご視聴ありがとうございます。ですね、今回はですね、岡山県岡山市北区竹部町の方に来てるわけなんですけど、この左川に流れるのが岡山県の一級河川、旭川という名前の川なんですよね。これをね、北上していくと旭川ダムというのがあるんですよね。以前にも旭川ダム撮影したことあったんですけど、今回はね、じっくりと、ゆっくりと撮影していこうかなと思います。どんな感じなのかなとか、少しでもね、お伝え伝わることがねできたらいいかなと思います。なかなか行くことないですよね、本当に旭川ダム。はい、それではスタートします。目的地到着です。ここにね、ドライブインというか観光センターがねあるんですけど、ご飯食べれたりとかボート貸してくれたりとかするんですけど、やっぱりね、このご時世なんでね、人が少ないので、事前予約みたいな感じになってるそうです。泊まる人は専門中心にね、またね、落ち着いたら行こうかなと思います。なんかね、ここのオーナーの人もすごい優しいというか丁寧な方でした。ちょっとね、すごい気になるところなんですけど、また落ち着いてからね、行こうかなと思います。はい、今日はね、旭川ダムに来ました。今日は単純にね、ダムの映像を撮るだけというすごいシンプルな内容です。めちゃめちゃつまらないかもしれないですけど、こういう感じなんだと思っていただければと思います。ダムカードもらえるんだ。はい、ダムカードもらいました。旭川ダムのダムカード。なんかいろんなね、ダムあるらしいですね。この近くにもダムがいっぱいあるんですけど、で、管轄してるところが、管轄というか、人がいないっていうか係員がいないんで、そのダムのね、写真撮って、なんかこっち持ってきたら、なんかなんかいろいろくれるらしいです。旭川ダム、いろいろダムあるわけですけどね。この先に備中川と高橋川、備中川 と合流しての、ここなんですね。一番でっかいのかな、でっかいし、そうですね、高橋川もいろんな川と合流するんですけど、旭川もいろんな川と合流しますね。ちょっと早速行ってみましょう。で、係の人に聞いたら、いつもはね、このダムの放流口から水を出してないらしいんですよね。で、普段はなんかこの下に発電所があるんですよ。あの建物です。緑色、そっからね、水出してるらしくて、ここはこういう雨がね、降ってる強い時は出してるということで、結構全開らしいですよ、今日は。うわ、ちょっと風あるな。一応入ることができるということですけど、ここから普段は水出してるらしいです。発電所からね、腰の。
やっぱりね、放水してんで風強いです。で、今日はね、やっぱレアらしいですね、放水してるの。まあ、もちろんね、十分安全対策された上で入れるということですから、まあ、入っちゃいけないね、エリアもあります。はい、というわけで、ダムの映像をお楽しみください。ちょっとね、好きな人じゃないとわからないと思うんですけど、まあ、見てください。このね、前に見えるのが発電所です。普段はここから水が出てるみたいです。出てるんですけど、今日は雨のため全開で出してるということです。普通に、ダムのカードをもらったんですけど、怖い人が出てくるのかなと思ったんですけど、結構ね、すごい優しい人、親切な人が、ね、出てきました。いろいろと細かいことまで、ね、教えてくれました。まあ、ダムってね、なんかあんまし世間的にはイメージがね、ちょっとなんかなんだろうな、心霊スポットとかなんかあんましいい意味じゃないんですけど、まあ、こうやってよく見ると絶景というかね、大迫力で、すごい楽しめるというかね、まあ、雨の中でちょっとね、いろいろまあ対策した中でのこの放水なんですけど、こうやって見るとね、やっぱり感動しますね。感動するのとやっぱりその水に対しての理解がね、深まるかなと思います。大雨の時はね、こんだけ放流しないといけないんだとか、まあこういう感じなんだとか、あ、岡山にもね、ちゃんとダムがあったんだとか、まあね、ダム自体あんまりね、知らない人も多いと思います。でもこうやってね、役割を果たしているということですね。
ということで、今回はね、旭川ダムということで撮影しました。普段はね、このゲートを開けてないみたいです。本当にそれは初めて知りましたね。毎回開けてんのかなと思いきや、普段はこの向こうにあるね、発電所から放流してるそうですね。はい、ということで今回はこんな感じで、興味ある方はぜひ行ってみてください。あのダムカードっていうのがタダでもらえるので、まあ、もちろんね、いろいろな、ね、ダムあるんで、皆さんもぜひ行ってみてください。すごいなんか迫力のある場所でした。ぜひ皆さん行ってみてください。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。皆さんご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは裏番スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏番スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。